油っぽいメロ、午後2時ジュの、チョンリオウォンにキス。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール SBS、油っぽいロマンス。放送画面キャプチャー午後2時のジュノがチョンリオウォンに気持ちを伝えた。韓国で25日に放送された SBS ドラマ、油っぽいメロ、では、タンセウ、チ、リオウォン、に本音を打ち明けるソプン、ジュノ、の姿が書かれた。タンセウとソプンはお互いに好感を持っていながらも、トゥチ、トゥソン、チャンヒヨク、を理由にその感情を抑えている状況だ。そんな中、ソプンとチルソンが一緒に暮らしていることを知ったタンセウは、そこに住み着いたの、兄貴がそんなに好きなの、と愚痴をこぼした。ソプンは以前、タンセウほどにプチルソンのことが好きで、彼女を愛することはできないと明かしたことがある。そして、今回もソプンは、私とチルソンのうち誰が好きなの、と言い、タンセウの質問に、兄貴は兄貴で、セウはセウさ、と答えた。そんな中、トゥチルソンがお店の中に入ってきた子猫の母親になると言い、ソプンをその父親にし、ようとしたところ、タンセウは、プンがお父さん、だ、二人が夫婦なの、と反発した。その後、結局タンセウが子猫の父の役割をすることになった。セウは猫に、リムサム、という名前をつけては、お母さん役、しっかりしてあげてくださいね。愛してる、好きだ、と話してあげてね、とアドバイスした。美の母親と再会して気を痛めているチルソンに、リムサムを抱かせては、子供だけが親から色々ともらっているんじゃなくて、子供が親にあげるものの方が多いそうですよ、と付け加えた。タンセウの意図せぬ言葉一つ、一つがチルソンにとっては癒しになった。このニッソプンは、チュンス、イムオニ、と予約のお客さんをかけた料理対決で勝利した。そして彼はタンセウを見て、僕、今ならあの女と何でもやれそう。何かやらかしちゃう気がする、と言って笑った。その後、彼はタンセウを家に送るというも、すぐに言葉を変えるなどして、ドキドキする気持ちを抑えられずにあたふたする姿を見せた。ビルに見かねたタンセウが、何やってるの?と問い詰めたくらいである。続いてタンセウは、線を引くような男は嫌い、と彼に明かした。ソプンは酔っ払った勢いで、年下の男は嫌いなの。仕事ばかりする男も、自分より料理が上手な男も嫌い、始まってもいないのに諦めるような臆病者も嫌いで、喧嘩上手な男も嫌いでしょう。どうしよう、嫌いなところばかりで、と愚痴をこぼした。そう言いながらもタンセウに、会いたかった、と言い、キスをした。そして、僕、君のことが好き。兄貴よりもずっと好き、という告白をした。その後、これにときめきを感じるタンセウの姿が映され、本格的なロマンスの始まりを知らせた。